こんにちは、野崎萌香です。今日は皆さんからいただいている質問に答えていきたいと思います。じゃじゃん。幼少期の将来の夢は。私は映画がすごい好きだったので、映画を海外から持ってくる仕事をしたかったです。萌香ちゃんの性格を一言で表すと、自由発達。結構自由でのびのびしてる性格なので、四字熟語にしました。私服でよく着るブランドは。私が好きなブランドはアイレネっていうブランドとか、あとロシアのブランドのビカっていうブランドがすごく好きでよく着ています。自粛期間中に新しく始めたことは。私はジェルネイルをできるようになりました。一人で夜な夜なジェルネイルを塗ってました。最近読んだおすすめの本&映画は。自粛期間中にハイバイママっていう韓国のドラマを見ていて、それがすごい感動して迷う前は一話一話泣けたので、すごくおすすめです。最近のマイブームは甘酒を手作りして作って、そこにソイヨーグルト、それも手作りで作ったものと、あと白桃を、その3個を一緒に食べることがマイブームです。チャームポイントはエクボです。学生時代の部活は。学生時代はミュージカル部に所属して、私はずっと女子校だったので、男役もやったり女役もやったりして宝塚みたいなことをしてました。お気に入りの部屋着はジェラード家のさくらんぼ柄のワンピース型のがお気に入りでいつも着てます。休日は何してる。午前中のあんまり人がいない時間に美術館に行ったりお散歩して、で午後は結構家でゆっくり映画を見たりして過ごすことが多いです。今後チャレンジしてみたいことは。こう見えて外に出ていろいろキャンプしたりすることが好きなので、そういうことがしたいです。毎日欠かさず続けている1週間は。これは毎日甘酒を、さっきも言ったんですけど、手作りで飲んでるので、それが私の2週間です。大人になったなと感じることは。パクチーが食べれなかったんですけど、大人になってからパクチーが食べれるようになって、今ではもうパクチー大盛りで、何でもご飯の時にパクチーを上にそれで食べてることです。好きな色を教えてください。好きな色は白です。透明感のある萌香ちゃんの美肌の秘訣は。これはですね、しっかりお風呂に浸かることと、あとしっかり保湿することです。今15問の質問に答えさせていただきました。美人百花さんも15周年ということで、私はまだ美人百花さんの新入りなんですけど、これから末永くよろしくお願いします。野崎萌香でした。